始まりました。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パーソナリティの柳川康介です。池田康です。で、ちょっといろいろ考えたんだけど、はい、まあ11月はさ、はい、結構ゲットのさイベントが多かったじゃん。そうですね。うん、すごいいっぱい川越の人たちにも認知されてきていいことだなと思いまして、はい、なんかね、まだあれだよ、これは俺の構想なんだけどさ、はい、社長ともいろいろ話したりしてて、はい、なんか移動車じゃないけど KOH クッキングの、え僕のですか？そう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 、はい、だからそういうのとかもちょっとイベントの時に出すとかね。おお、はい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 。ゲットとかレップじゃなくて、もうわかんない、それはどうなるか全然わかんないけど、なんかそういうのも面白いんじゃない、はい、そろそろ川越の中にちょっと進出少しずつしてってもいいんじゃないみたいな。そうですね、うん、なんかロケバスとかにそのヒーローの写真とかあるとこれだよって言いやすいですもんね。ああそうね、それはあるかもね。ラッピングでしょ。そう、ラッピングとかですけど、うん、求人広告じゃないですもんね。求人じゃないじゃないじゃないじゃなくて、本当にさ、なんか何でもいいと思うんだよ。はい、下手したらなんかもうちょっとあれかもしれないけど、簡単なものから始めてもいいと思うの、はい、ちゃんとしたい料理じゃなくてもイベントですか。そう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 、イベントを、はい、ちょっとそれを考えたんだよね。はいはい。なんか今考えてるのでは、そのラッピングじゃなくて何でしたっけ、宣伝、宣伝カー、宣伝カーじゃないよ、移動、移動キッチンで、キッチン、キッチン、なるほどなるほど、なんか話噛み合ってねえな。全然噛み合ってなかったです今。そういうことね。はいはいはい。キッチンカー。キッチンカーですね。そう。はいはい。KOH クッキングの。めっちゃいいですね。絡まったけど。KOH クッキングなのか L4 なのか分かんないけど。はい。キッチンカーを作ったらどうだろうみたいな。はい。誰が料理、僕が料理する感じでいいんですか。だからまあ、コウ君が実際料理するのか、コウ君が考えたメニューだよって言って売るのか。はい、まあ、ちょっとその辺はね、ま、今後の展開にもよるんだけど、はい、でも最初のうちはやっぱこうくんが来れる日曜日に、はい、ちょっとイベントの時に一緒に KOH クッキングカーでみたいなのとかもありかなと思うんだよね。いや、めっちゃありだと思います。で、あとは、まあ、まあ最初のうちはクッキングカー、キッチンカーじゃなくても、まあブースをちょっとね、はい、料理のブースを出し、作っても、作っ、やって、うん、準備してもらうとか。え、うん、めっちゃ面白そうですね、それ。ちょっと僕本当にやりたいやつあるんですよ、1個。あ、そうなんだ。極厚卵サンドをやりたいんですよ。え、極厚卵サンドって名古屋かどっかじゃなかったっけ。いや、極厚卵サンド僕上手に作れるんですよ。あ、そうなんだ。うまいの作れるんですよ。へえ。だからあれ、そういう卵料理がいいなと思ってて、うん、まあでもやっぱ食中毒とかも気にしないといけないから。そうそうそう、はい、生じゃなくて聞いたのは、そうそう、だから卵サンドだったらしっかり火通ってて、はいね、パンもあれだしさ、よっぽど変なことしない限りね、食中毒も、生物じゃなければ、ね、やっぱなんかでも作って、うん、作りたてはもちろんがいいんですけど、うん、ある程度やっぱり作って貯めておけるっていうか、お客さんを待たせないようにとかいろいろ考えないといけないじゃないですか、はいはい、そうなった時に冷めても美味しいものにしないといけないなとか、そうだね、うん、そういうことを考えると、そう、何がいいのかなとか。そうだから、せっかくさ、なんかね、料理人をっていう風にさ、まあゲットでもそうだし、本人も実際料理人なわけだからさ、なんかそういうのをさ、イベントで、川越のイベントでどんどんそういうのできたら、なんかすごいいいんじゃないかなって思って。やりたいですね、でも本当にね。やりたいです、やりたいです。うん、川越でも厚焼き卵ありますからね、有名な。あ、そうなの。あ、あるね、ある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 、はい、あのうなぎ屋さんが出してる、うん、そう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 。でも僕はそこを超えます、あの昔の、ね。ね、はい、そうですそうです。まあでもなんかやりたいですね、確かに。飲食とか食べ物、いや絶対いいよ、いいと思うの。なんかそう結構定着してきたじゃん、はい、芋もそうだしさ、芋左衛門もそうだしさ、なんかだからなんだ、キッチンカー作ったら芋左衛門のお芋のなんとかみたいなのとかも、はい、ありだと思う。うわ、めっちゃいいですねそれ。でしょ、めっちゃ面白そう。絶対お客さん喜びますもんね。そうそう、うん、なんかそういうのタイアップみたいなんでできたら結構面白いのかなと思って。絶品卵サンドいいじゃん。芋左衛門
芋左衛門ポテト、スイートポテト。スイートポテトサラダみたいなとかね。めっちゃ面白そうですね。うん。芋左衛門のロゴ入ってるやつ。ゲットいいじゃん。ヤタガラス焼き鳥。カラスはちょっと嫌だよね。嫌ですね。うん、いや川越だからなんか、何でも楽しく受け入れてくれると。そうだよね。みたいなね、名前とかでも全然いいかもしれない。絶対いいと思うんですよ。うん、せっかくさ、そうやって料理をさ、作れる人がいるんだから、ね、そういうのをちょっと考えた方が。僕も、あれ持ってます。調理師免許も、うん、食品衛生管理も持ってるし。そうだよ。いいじゃん。そうそうです。だから、あと、場所っていうか、物さえあればって。うん。キッチンカーだけ許可を入れれば。素晴らしいと思います。完璧ですね。ちょっと来年、うん、ちょっと、やりましょう。はいだ、はいでか。たいね。話し合いにしましょう。そうだね。そう、はいはいはい。そういうイベントだったらキッチンカー OK してくれる。やっぱ、だって場所取るの難しいんですよ。ああ、そうなの。曜日とかで借りたりとか。でもイベントだと、あの、今までずっとヒーローとして出てきた、だけ、ちょっと交渉しやすいじゃないですか、うん。そうだね。うん。なんで、そういった意味ではすごい、まあ、一番難しい第一歩がもう、いけてるところはあるじゃないですか。そうだね、確かに。入り口はね。そうです、入り口がすごいあるんで。入れてるからね。絶対いいと思いますね。うん。という考えに。今年からいっぱい お祭りとかイベントを増えてる。そうそうそう。だからすごい、この前のあの産業祭りもそうだし、はい。あの芋フェスティバルもそうだけど、はい、見てて、あ、もうここまでお祭り復活してるんだったら、もうこれはこっちもショーだけじゃなくてね、そうです。で、出すとこ出しますけど、みたいな。これ行った方がいいな、みたいな。行きましょう。うん。ちょっと面白いじゃん。面白いです、絶対。もう最初はさ、あれだよね。下手したらさ、おにぎり握るぐらいでもいいかもしれない。そうですね。生物とか加熱物だけとか。そう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 。おにぎりもあれかもしれないけど、まあわかんないけど。なんか名物化したいですよね。なんかそうだね。うん。おにぎりっていうよりやっぱり、ここのこれ美味しいんだよね。なんか、一気にバンと行きたいですけどね。いいね、それ。なんかさ、ショーの前に、その物販でお弁当を売って、そのお弁当を食べてもらいながら見るみたいな。最高じゃないですか、そんな。すごい、ね。なんか、それ、台本に入れるとか面白くないですか？ショー台本に入れる。なるほどね。はい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 。まずは、あのサンドイッチを食べたら強くなれるのかみたいな。あのおにぎりを食べたら。あの、そのサンドイッチ食べてれば敵に襲われないと。襲われないっていう。よくないあれですけど。大人の悪いとこ出てますけど。そうかも。でもそういうのもなんかちょっと面白い部分にあるとね。でもなんか、ね、コロナも結構さ、ウィズコロナみたいな考えになってきてる。本当に、うん。外のイベントで距離取ってさ、本当になんかちょっと、ね、ショー前に少しつまめるものを。はいはいはい、いいかもしれないね。いいですね。うん、なんか可能性が広がりましたね。そうなのよ。ちょっとそういうのを考えたりもしてる、はい、うん。で、はい、まあ、通りつながりなんだけど、はい、最近結構寒くなってきたじゃん。寒いですね。ね、寒い。寒いよね。寒い。なんか埼玉はもっと寒いですもんね、多分。めっちゃ寒い。でも富山の方が寒いでしょ。富山はやばいですよ。富山寒暖差すごいですね。ねえ、はい、そうだよね。だって雪も降るんだよね。そうです、そうです、ね、もうだって12月から来週から今週のもう、うん、じゃあ12月の頭からかな、もうあれですよ、3度ですよ。え、最低気温3度、やばいですよ。じゃ寒いね。いきなり先週15度とかあったんですけど、まあ日本海側だから雪もね、はい、すごそうだ。あと富山は寒ブリが解禁しましたからね。え、寒ブリ。寒ブリ、あ、ブリね。はい、ブリ。ブリか。ブリが来ましたから。いいな、ブリうまそうだな。ブリ、今年いな、めっちゃ取れてました。500本上がったって言ってました。うわ、油の海苔、半端ないんだろうね。でも、富山の人はあんま食べれないです。全部、東京とか、ああ、出ちゃうから。都心の方行きちゃうんです、最初。ああ、なるほど、なるほど。なんで、逆に埼玉とか、うん、東京の方が食べやすいです、ブリ。値段ありますけど。そうだよね。そうです、そうです、そうです。すごい。なんかぜひ埼玉、川越のお寿司屋さんとか、たまに入った時に、富山県産寒ブリ入ってるかもしれないんで、探してみてください。はいはいはい、あれ白エビってどこだっけ？富山ですよ。だよね。はい。白エビのかき揚げとか。そうですね。あれ富山だよね。はい。年中取れますし、年中っていうか、まあちょっと季節あれですけど、寒い、うん、ん？夏とかだ。3月とかでしたっけ？
ちょっと失礼なんですけど、冷凍でいっぱいあるんで。あ、そうなんだ。そうです。割と手に入りやすい。でも食べれるようにはなってますけど、季節はやっぱりあります、ね。はいはいはい。そう。なるほど。埼玉ね、海ないですからね。バカにすんな。いや。でも今もう流通が良くなってるんで。ほんとだよ。もう、はい、海なくても海のもん食べられるからね。そうなんです。うん、鮮度も、もう東京、富山、あの、海沿いの県と変わんないぐらいの新鮮な。ほんとそうだよ。もうすぐだもん。ありがたいことに。うん。川越のうなぎは、本当に川越で取れてるんですかね。え、取れてんじゃん。わかんないけど。いや、うなぎってやっぱ減ってるんですよ。年々。うん、取れてる。値段もだんだんやっぱ上がってきてて、あれなんですけど、うん、川越で取れてるうなぎってどれぐらい何パーセントぐらいあるのかなって思いましたね、今一瞬。ちょっとそれはわかんない。調べてない。川越うなぎ有名じゃないですか。うん。でも川越とか飯能とかね、結構この辺うなぎ屋さん多いからね。そうですよね。うん。どれぐらいなのかな。いや、それはもちろん川越のうなぎでしょう。取れててほしいですね。うん。でも和光市の、ね、あの川、うん、でうなぎ取れるらしいですよ。うん、あ、取れるよ、取れる取れる。そう、あの広い、うん、あの、川の幅がすっごい広い川が、うん。あそこは取れるって言ってましたよ。うん。いやー、ぜひね、その、どうなんだろうね。誰か知ってる人教えてください。うなぎ食べたい。うなぎね。柳さん、うなぎ好きですか？あ、好きだよ。うなぎって、好み分かりませんか、でも。ん？好き嫌い分かりません。好き嫌い分かれるね。分かれますよね。あの、なんだろうね。あの、ふわふわのプリプリな感じ。はいはいはい。めっちゃうまいね。県によってもやっぱり焼き方が違ったりするんで、うん、全然味が違う、食感が違うんですよ。ああ、蒸してから焼く方と、はい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 、その焼く方と、腹、ね、うん、開きと背開きとみたいなのがあるらしいですね。そうそうそう、うん、切腹を連想させるから腹開きにしないんでしょ。そうですそうです、その場所によってはですけど。そう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 。うん、ええー。川越グルメ多いですね、そう思ったら。多いよ。多いです、めっちゃ。観光地だもんね。川越ポークもあるし、小麦も取れるからパンも美味しいし、うん、そうだね。さっき言ったうなぎも美味しい、芋も美味しい、ね、芋もね、あるしね。あと、蜂蜜、養鶏場もあるから、うん、蜂蜜も結構美味しい。そうですね、川越めっちゃ広いんで、いっぱい食に溢れてるんですよ。まだまださ、だって川越って言ってもさ、駅前のちょっとしたスポーね、とこしかやっぱ行かないからね。そうですね、観光地の方がやっぱ多いけど、本当はね、もうめっちゃ広いもんね。めっちゃ広いです。お野菜もいっぱい取れるんで、あの、農家さんもめっちゃ多いんですよ。で、川越って都市の、川越中心の方って結構栄えてるじゃないですか。うん、なんかフランス料理店とかイタリアンとかも多いんですよ。うん、で、その、おしゃれな食材を使ってくれそうなレストランのために、川越で作った、ちょっとなんか、あの、西洋野菜とか。はいはいはい。も多いんですよ。そうだね。だから川越から西洋野菜出てるところめっちゃあって、うんうんうん、あの、ビーツとか、なんか、はいはい、ベビーリーフとか、うん、なんか、すごい、レストランが使いそうな食材を扱うところが多いんですよ。あ、そうなんだ。はい、すごい。埼玉の逆襲っていう、埼玉をこう、はいはいはい、PR する番組で、川越めちゃくちゃ行かせてもらってるんで、ああ、それで勉強してる。いろいろ、はい、調べてます。え、じゃあ、その川越のあの、小江戸豚、え、小江戸黒豚。はい、小江戸黒豚。豚ですね。行った？あと、行ってはないですね、まだ。行ってないんだ。でも今度なんか、まだわかんないですけど、その、川越黒豚を使った料理で、なんか、紹介できたらなって話を会議で出してたって言ってました。あそこすごいうまいよ。美味しい。僕も一回食べたと思います。食べたことある？お店。お店ですけど。お店で食べました。お店に行った。あ、お店、あの、いや、なんか、イタリアで。黒豚の農場、あの、養豚してるところの横にレストランがある。あ、そうなんですか。そうそうそう。行ったんですか、山さん。行った行った行った。すごい、入り口にね、すっげえでっかいベーコン置いてあって。はいはい。ベーコン？そう。で、レストランの前にも、なんか売店みたいなのがあって。わあ、いいですね。すごい、なんかベーコンと、うん、あの、あれもありますよ。ソーセージとか。ある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 。うわぁ、いいっすね、それ。うん、いいなぁ。すごい美味しかった。川越やっぱ食材に溢れてますね。意味ないけど、うん。うん。すごいわ。川越、まだまだ開拓できてないところいっぱいあるんで。そう、撮影の時行きたいですね。そうだね。なんか、そう、なんかね、撮影の時のついでで行くと、どうしても時間が限られちゃうから、はい。やっぱこう、ロケとしてね。はい。あ、いいっすね。いいよね。ちょっと、L4 の、あの、コンテンツの中に、グルメロケ、グルメ、
埼玉限定グルメロケ、ちょっと、なんかそれぐらい入れてもらいます。なんかさ、毎週第何土曜日はグルメロケになります。グルメロケ。あ、それいいか。あるじゃないですか、その、休みちょっと入る前とか、うん、ちょっとおすすめの観光地とかを、こう全部灰皿にバーッと紹介するみたいな感じで、うん、その、お客さんを呼ぶっていう一個の、街ブラみたいな、街ブラリ、ブラリロケみたいな一個。なるほどね。あと、その前にさ、ブラリロケの前に、まず、池田公の恩返しロケをやろうよ。恩返しロケやりたいです。そう。ちょっと、もうちょっとゲット、流行らせてからのシーンですか。まだまだ、全然なんで。もうなんかね、なんかそのバラエティ枠をちょっとあってもいいかもしれない。うわぁ、絶対それ会議降りないですよね。ね。やりたいですけど。ちょっと提案してみます。YouTube 限定とか。あ、なるほどね。L4YouTube チャンネル限定とか。はい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 。そこに予算降りんな、絶対。予算は多分そんなに。もう普通にカメラ回す人とタレント一人ぐらいのレベルになると思うけど、ね、でもそれが良かったりするから、ね、でもいろいろね、やってってみた方がいいからね。確かにいいと思います。僕今富山の方で4番組させてもらってるんですけど、うん、やっぱ温泉とラーメングルメですね、とあとなんだっけな、温泉グルメ、でもその二つは確実にやっぱ数字が伸びるらしいです。やっぱそうだよね。はい。温泉、うん、観光スポットグルメと、あとなんだっけな、はいはい、レジャースポットかな、そういう系やっぱり視聴率が伸びるらしい。全然違うらしい。なるほどね。特にラーメンとかやっぱすごいらしいです。川越のラーメンを全制覇したい。全制覇。結構ありますよ。結構ある。駅前だけでも4カ所ぐらいある。そう。全制覇。全制覇。1週間できるか、いけないんじゃない。いいと思います。なんクレアモールの中だってラーメン屋めっちゃあるじゃん。やばいっすね、3歩歩いたらラーメン屋さん歩いてたんです。ねえ。すごいっすよ。すごいな。いいかも。なんか、いやでも面白い。なんかさ、面白いかも。川越の地図を後ろに用意して、はい、ラーメン店が全部マーキングされてて、今日ここ行きます、はい、今日ここ行きます、今日ここ行きます。いいっす。面白い。でもそれって、どっかからなんか、ないですかね、協賛降りたりしないですかね、頑張って。川越から協賛降りたりできないかな。どうだろう。なんか、いや、さすがにレストラン一箇所一箇所から、飲食店一箇所一箇所から降りるのは難しいかもしれないですけど、うんうん、例えばですね、ね、なんですか、観光案内人所にこう動画を使ってもらえたりとか。ああ、なるほどね。こ、うん、の動画見とけば、とりあえずラーメン屋さん、はいはい、知れるよみたいな、あったら嬉しいですよ。そうだね。でもやっぱり何しろやってみればダメですね。何か、まあとりあえずやったのを持って、どうですかってね、はいはいはい、話進めておかないとね。いいですね、川越。面白い、ね。でもなんか知んないけど、今回はなんか2人の企画会議みたいになってるんだ。そうですね。でももう年末なんで、もう本当に、まあそうだね、あと1ヶ月でもう来年になりますんで。そうね。やっぱそれを踏まえても、やっぱ次どうしていきたいかとか、そうだね。だから今年がね、結構さ、最初の頃もやっぱコロナの関係でいろいろね、イベントも止まってたし、はい、夏ぐらいからじゃない?徐々に増えてきたのが。そうです。そう、だからやっぱりもうこの流れに戻ったんだったら、それに合わせたね、生活とか仕事をどんどんやっていかないといけないかな、はい、と思うし、まあ、コロナがね、その全部注意しなくていいのかって言ったらまたそれも違うから、そのバランスがとっても難しいんだけど、攻めていきたいよね、そろそろ。いや、攻めていきたいです ね, ね、うん、なんかこういう話してるとワクワクしますね。うん。何がいいんだろう。どれも話してることは今のところどれもさ、やろうと思えばできそうなことばっかり。できそうですよ、全然できます。だから少しずつちょっとね、やっていきたいよね。いや、もっと横を言うと、なんか、それが次につながる何かにできたらいいですよね。もっと言うと。その、飲食店紹介だけで終わっちゃうと、やっぱなんか、川越にはやっぱいっぱい来てくれるけど、その L4 っていうものとか、ヒーローを知ってもらうとかってまた違うじゃないですか、話は。まあね、そうだね。何か次につながる一歩にできる素材にできたら、120点ですね。確かにね。そうだね。うん。それだけで終わらないようにしないとね。はい、そうです、そうです。いや、そのラーメン屋さんをいっぱい食べたことによって、こういうラーメン屋さんだったらいけるかもみたいな、川越にラーメン出すとか。やばいですよね。言うと、一つのあれとして、アイデアとして。うん。もありですし。
いやでもちょっと動いていきましょうね。グーってグッドボタンが出てます今。はい、お願いします。はい、頑張りましょう。僕らも頑張りましょう。そうね、ということで、まあいろいろ結構 L4 として進められたらいいなって思ってますんで、はい、なんかね、また決まり次第皆さんに発表していきたいと思いますので、ぜひ楽しみに。来年はもっと活動、はい、フットワーク軽く、ね、そうね、ちょっとアクティブ挑戦していきたいですね。はい、ぜひお楽しみに。楽しみに。で、ちょっとね、俺コウ君に聞きたいことがあって。おう、何ですか。ちょっと怖いんですけど。いやいやいや、結構もう最近さ、寒くなってきて、はい、ちょっとこう鍋なんかいいなと思ってるんだけど。おー、鍋いいですね。そうそうそう、なんかおすすめの食べ方とか具材とかってある？こう具材ですか？いいですよみたいな。そうそうそう、僕、うん、寒い時にすごい好きな鍋があって、うんうん、あのもう何でもいいです、正直。あ、何でもいいんで、ベースの出汁を持ってきてください。本当にあの和風の出汁でもいい、カツオとか、うん、アゴ出汁とか、うん、なんなら鶏出汁でもいいですし、はいはいはい、豆乳鍋とかでもいいです、何でもいいです、キムチ鍋とかでも何でもいいですけど、はい、その鍋にチューブの安い生姜あるじゃないですか。うんうんうん。一本全部入れるんですよ。え？すっごい温まりそうだけど。めちゃめちゃ汗かきます。ねえ。もう、本当に、あれ、生姜入れると、すごいです。それさ、間違えてニンニク入れたら最悪だね。いやいや、それやばいですけど、もう僕、それにハマって、しゃぶしゃぶとかも、うん、もう、生姜一本、全部、バーって。入れて、ちょっとピリッとする感じなんですけど、うんうん、なんかなんですかね、あの、ハニージンジャー飲んでる感じみたいな後口になるんですけど、うん、なんか、そうだよね、ピリピリってくる感じと、生姜の薬味の感じ。いや、すっごいな、それ、でも。めちゃくちゃ美味しいです。時には優しそうだね。そうなんですよ。あと、別に生姜なんで、体に悪いもんじゃないじゃないですか。はい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 。で、別に汁を全部飲むわけじゃないんで。どんな出汁でもいいんだ。何出汁でも。何でもいいです、ベースは。正直。だから、生姜。何でもいけます。はい、生姜1本全部入れる。すごい。うん。すごいです。ちょっと僕、いつもなんかスープ多めでやってるんで。はい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 。だし多めでやってるからかもしれないです。それ一人鍋とかで全部入れるとやばいかもしれないんですけど。でももう、ガーって全部入れて、マジか。しっかり使い切っちゃう。最後、それご飯入れられるの、それの。ご飯入れるんですよ、意外と。マジか。あ、でも、汁全部は一人分だとあれなんで、外しますけど、さすがに。減らして。分量がちょっとわかんない。あの、鍋の、どれぐらいに対して1本入れるの？結構これでやるんですけど、こういう鍋で、ね、普通にこの半分以上ぐらいまで。あ、じゃあ普通の土鍋だったら3本ぐらいなきゃダメだね。あ、いや、大丈夫です。普通の土鍋でも1本で。そしたらその鍋に対して1本と比率が違えじゃん。いや、これ結構でかいですよ。でかいんだ。1.5 リッターぐらいあります。あ、結構でかい。はい。ああ。じゃあ1本でいい。結構僕、鍋は汁多めでやるのが好きなんで。こういうチューブでいいの？あ、そうです。安い100円ショップとかに売ってるやつでもいいですし。生姜。あ、じゃあ普通の、そうなんだ。あと好きなのか。最近さ、こういうチューブとさ、こういうチューブあるじゃん。ボトルみたいなやつと。ちょっと、あの、それ、今、あの、視聴者さん分かんないんで。あ、そうか。あの、この、歯磨き粉の、チューブみたいな形のやつと、はいはいはい、あとはこうちょっと丸っこい感じのチューブ、マヨネーズみたいなやつですね。そうそう、大入りのやつあるじゃん。どっち？はい、いや、小さい方です。このでかいやつ入れたらやばいですよ。大きい。めちゃめちゃ辛いです。じゃこれをガーって入れて食べると。はい、そうです。あと僕好きなのが、うん、あの、うん、鍋の具材全部千切りにして入れるんです。千切り？はい。ネギも白菜も全部こう細く切るんです。はいはいはい、そしたら全部しゃぶしゃぶで食べれる。わあ、俺それを言おうと思ってたわ。そう、人参もピーラー全部むくんですよ。わあ、今それ俺言おうと思ってた。待ってね、言おうと思ってました。そう。そう、大根も全部ピーラーでやる。そう、あ、それ俺今。そう。あれ大根すごい。ね、いい、あの皮むき器でさ、めっちゃ薄くさやんの。はい、そうです。俺、あれとね、豚肉だけの鍋とかも超好き。めっちゃ美味しいですね。さっとすぐ食べられるしね。すぐ食べられる。なんならちょっと食感があっても美味しいじゃないですか。そう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 。まあ、出汁が絡みやすいから。もうね、絶対やった方がいいよね、やってない人。やった方がいいですね。もう鍋の具材どうしようって、豚肉とね、もう、ピューラー？はい、ピューラー。ピューラーで、薄く切った。
やー、いいっすね。ね、そう、スライスした大根で。だって大根なんて3分の1スライスするだけですごい量になりますからね。そう。ほんと、ぜひやってもらいたい。それしかもすげえ言おうと思ってた、俺。いや、ほんとですか？ほんと。わかりますそれはしょっちゅう。あれ、うまいんだよ。うまいです。あと、麺の代わりに今、白滝とか。ああ、なるほどね。麺に米とか麺入れると、ちょっとなんかカロリー上がって、心配になる時あるじゃないですか。うんうん、そういう時に糖質ゼロ、ゼロ麺とか。いいっすね。ね、いやいや、いいね。鍋の時期ですね。鍋の時期だからね、ぜひ、ちょっと、皆さん、ちょっとお試しください、鍋。鍋。そして感想を教えてください。どうだったか。またなんか、こういう鍋 あるよとかさ、おすすめがあればね、教えてほしいですね。みぞれ鍋とか知ってます？大根おろしで、はい。うん。大根おろしをスープにしてあるんです。うんうんうん。で、そこで、こう、肉をやって、大根おろしをこう、くるんで食べる。はいはいはい。美味しいです。うまいね。間違いなく。間違いないやつですね。いいですね。ということで。はい。はい。ほかほかした話題になりましたけれども。はい。今週も、ちょっとそろそろお時間ということで。時間です。はい。皆さん、そろそろ、お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、ちょっと悲しいことにですね、次回、放送22回目をもちまして、L4、放送終了となります。はい。はい。すっごい顔してるね。でね、ちょっと今回、もう最終回なんで、だその顔やめなさい。最終回なんでね、次の、この後の、劇団アメラジと、はい。コラボして、おぉ行こうと思います。じゃあ1時間そう。まあ30分、30分で、まあ前半後半みたいな感じで、いい、ね、L4 と劇団アメラジを、まあちょっといいとこ取りをしちゃいましょうということで、うわ、はい、いいじゃないですか。ねえ、なんかずっと吉久さんがね、一人で喋ってそうな気もしなくはないですけど、はい、まあ、それもそれじゃないですか。そうそう、ね、ちょっと楽しそうだなと思ったので、それをお送りしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。はい、お楽しみに。はい、でそれまでにですね、なんかこう話してほしいな、これなんだろう、どうだろうなっていう質問とか何か、ありましたらですね、ぜひ、ハッシュタグ L4 つけて、投稿していただければと思いますので、はい、DM でも構いません。お待ちします。はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、また次回、22回の放送ですね、第22回目の放送。12月18日夜21時30分からお会いしましょう。はい、はい、本日のパーソナリティは柳川康介と池田光でした。ありがとうございました、ありがとうございました。